式名称は日本電機、町の電気屋じゃありません。どうも NEC のキーです。さあお願いします。始まりました。どういうことでしょうか。NEC って実は会社の正式名称、日本電機っていう会社なんです、うん、なんですけど、合コンとかで日本電機ですとお伝えすると、え、どこの電気屋っていう風に言われることが多いので、今回は訂正の意味も込めてちょっとお伝えさせていただきました。はい、ありがとうございます。早速ね、面白い話が聞けましたけれども、本日はですね、元 NEC の T さんにお越しいただいております。 T さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日なんですけれども、日本電機こと NEC さんのですね、練習事情と労働時間と、あと皆さんお待ちかねの衝撃エピソード、この3本立てでね、本日はお話を伺っていきたいと思います。では早速なんですけれども、 T さん、練習事情のところで1年目から1000万いくまでの推移っていうところをちょっと伺ってもいいですか。1年目は400万前後ぐらいもらっていて、そこから基本的に毎年少しずつ給料は上がっていきますと。で、役職で言うと、最初担当っていう役職なんですけど、そこから係長、課長、部長っていう形で上がっていって、部長になる時に大体1000万円を超えてきますと。その年齢が40代中盤ぐらいになる方が多いので、そのあたりがそうですね、1000万いく基準かなと思います。ちなみに課長は大体何歳くらいで、課長って年収でいくらくらいなんですか。30代前半ぐらいでなる方が多くて、年収でいうと大体700万から900万ぐらいの方が多いです。 NEC さんってすごい大きい企業なんで、福利厚生とかがすごいいいイメージあるんですけど、実際そのあたりの制度ってどうですか。特段他の大手さんと比べていいっていうような制度は特にないのかなと思うんですけど、基本的に30歳ぐらいまでは家賃補助を4万円ぐらい出ますっていうところでしたり、提携してるような企業ですね、例えばカラオケだったりホテルだったり、レンタカーだったりっていうのを安くサービス利用できますよっていうような福利厚生もあったりします。カフェテリアポイントっていうポイントがあって、毎年6万ポイント分ぐらい全社員付与されるんですけど、実際それはほとんどお金と同じで、例えば家電だったり勉強道具だったりっていうところに使って申請するとお金で返ってくるっていうような、ポイントもあったりします。結構充実してますね。なんか住宅手当しかない企業さんとかも多い中で、カフェテリアポイントだったり、提携してるカラオケとかレンタカーサービスまで割引で使えるっていうのは、なんかすごい魅力なのかなっていうふうに思いました。もう一個聞きたいんですけど、転勤とかって結構あったりするんですか。営業だとあったりはするんですけど、基本的には関東東京が多いので、地方に最初に行った子は BU って言って、他の括りが少し違う形になってくるので、結構地方に回ったりすることが多いんですけど、最初に東京家族になった人は基本的には東京で、ずっと営業するっていうことが多いのかなとは。ここまでですね、お金事情というところを伺ってきまして、やっぱり大手企業だけあってね、40歳で1000万に行くっていう、かなり給料は高いのかなと思ったんですけど、次ですね、労働時間のところですね。実際 T さんって朝何時から何時くらいまで基本的に働いてました。朝はだいたい8時半ぐらいから始まって、だいたい定時が17時15分です。7時間45分が基本的には労働時間になってきますと。残業時間2時間ぐらいですかね、1日なので、30時間前後ぐらい月に対応してますね。個人的な話なんですけど、武蔵小杉を前ランニングしてた時に NEC さんのビルが夜中もいつも明るくなってたんで、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、これは部署によるってことなんですかね。そうですね、部署によっては本当にもう深夜まで頑張ってる方もいらっしゃいますし、定時前にも仕事終わってもすることないよっていうような部署もあったりといった形で、結構もう部署それぞれですね。めっちゃ極端ですね。サーバーとかネットワークと結構繊細なものをお客さんに提供している場合も多いので、そういったところで問題がもしあったりすると、それの対応とかで昼夜問わず労働しないといけないっていうような形になります。ここは比較的ホワイト寄りだなとか、ここはいやブラック寄りだなっていう、おおよその部署ってあったりします。何系は忙しい、何系は暇だみたいな。営業は忙しいですね。あと SE、なるほど、これはもう本当に覚悟しておいた方がいいかな。怖え、ガチっすね。逆にホワイトってなんて、やっぱり裏方の仕事であればあるほどホワイトで、例えば広告ですね、NEC を広めていくような活動をしてるような部署だったりとか、広報ですかね、やっぱり。なるほど。本当にバックヤードの仕事であればなるほど、ホワイトだと思います。フロントに出るポジションは結構ブラック目で、バックオフィス系の業務は比較的ホワイトのところが多いよっていう、そういう感じですね。はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。
はい、続いてですね、衝撃エピソードについて伺っていきたいと思います。 T さん、実際働いてて何か特有の文化だとか、なんかここ変だなって思うようなところって実際 NEC さんありました？良くも悪くも、うちの会社って完全フレックス制をとっていて、コアタイムがないんです。はいはいはい。なので、何時に仕事を始めて何時に終わっても、基本的には自由っていう中で、皆さんがよく寝てるようなですね、朝3時から仕事を始めて、朝6時に一旦休憩をしますと。で、そこから見計らったかのように皆さんが退勤した時間からまたパソコンを開いて、業務をして、10時ぐらいに静かに閉じるといった形で、フレックスのもう活用じゃなくて、もはや悪用じゃないかっていう方もいらっしゃったりしますね。いやー、なんか大手社員らしからぬ協調性皆無ですね。そうですね、本当に。ただ制度では完全フレックスとなってるので、誰も突っ込むこともできず、日中じゃあその夜中やってる方に連絡とか電話とかしても出てくれないってことですもんね。そうですね、基本的には常にオフと言いますか、連絡不可になってますね。制度上はね、別にそれで文句ないでしょっていうところもあるんで、いや面白い働き方ですね。なるほど、そうやって本当にもうフレックスをフル活用して、もうはちゃめちゃに自分の好きなように働いてる人もいるっていうのが、見どころってところですかね。そうですね、はい。いや面白いです。最後にですね、これから NEC を検討されている方にちょっと採用の面っていうところを伺いたくて、すごい大手なんで、大学によって仕切りとかってあったりするもんですか、ぶっちゃけ。基本的にはどこの大学でも受け付けますよっていうスタンスではあるんですけど、リクルーター制度ですと、大体世間一般でいうカンカン同一とマーチ以上の学生さんにはつくように、会社からも指示が出ていて、それよりも下の大学になってしまうと、リクルーターがつくっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、ただそういった中でこの大学でもですね、入ってきてる社員もいたりもするので、はい、決してそれ未満だから諦めるっていうわけではなくて、それを未満で全然可能性はあるので、挑戦していただければなと思います。ちなみにそのカンカン同率マーチ未満の大学に在籍してて、でもどうしても NEC に行きたいんだっていう学生はどういう方が入れるんですか？やはり共通してるのは、学生社員頑張ったことがすごい明確な子が多いなっていうイメージがあって、例えば、ラグビーで全国優勝しましたっていうような思いますし、サークルで地域の活性化していましたっていう人もいますし、学生時代のバイトで全国で1位の成績を収めましたっていう子もいたりっていう形で、一つ秀でてるものがあれば、全然入社は可能かと思います。ありがとうございます。学業面ではそこまで振るわなかったって方も、 T さんがおっしゃったように何か一つ極めてですね、学生時代に俺はこれを頑張ったって胸張れることを作れば、全然 NEC さん可能性はあるってことだったんで、これから目指される方はぜひこの情報を参考にしてみてください。はい、ということで本日は元 NEC 社員の T さんにお越しいただきました。 T さん、本日はありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思った方はですね、チャンネル登録と高評価とコメント欄にメッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。Love me when I